おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんを覗いたら待ちに待った D スタイルのですねクロールアップが、並んでました。カラーはねもう選べずにあと2つぐらいしか、置いていなかったんですけども、これはと思ってね、1つ買ってきてみましたよ。まずねパッケージはこんな感じのオレンジ色のパッケージでね、透明で見てもなんだろう新しいルアーだなと、よく見たらあこれクロールアップじゃんと思って、手に取ってみたんですけども、すごいシンプルなパッケージ で裏はこんな感じで説明書きが書いてありますね。これカラーは、BO クローってカラーでいいのかな、クロールアップって書いてありますけども、じゃあね早速開けてどんなルアーか見ていきたいと思います。一箇所でこうホッチキスとかってね、はい、でねこの上でこういう感じでつながってるんですけども、あーはい、いたた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 た、あーね最初からフッ素コーティングされたすごいねいい針、なんかねもう最近こういうねいい針がね最初からついてるルアー多くなりましたね。ちなみにこれ価格は、1700円っていうことでね売ってましたよ。で、あスプリットリングではなくて最初からこうスナップがついていて、ちょっとくぼんだところにこう針が入っていて、すっごい綺麗なねカラーリングね、こんな透明ででこう横に黒みたいな感じで全部入っていて、で腹がすごいなんかこう繊細なオレンジ色が一筋ありますね。背中もシンプルに黒い筋が一つで、顔周りはこんな感じで可愛らしい目玉ですね。でリップがついていてこんな感じのねクロールアップ、ね、へーすごいねつるんとしてる印象、綺麗でつるんとしてますね。でまあジャッカルとディスタイルのコラボレーションということで、まあルアーの作り自体もねもう間違いないな。あとは、まあ、ジャッカルって本当数多くのね釣れるクランク、出しているメーカーなので、まあ、そこの技術力と、青木大輔プロのこういうのが欲しいんだっていうのが融合しているはずなんで、これはね早速、釣り場で投げてみたいななんていうふうに思うんですけども、特徴的なところ裏に書いてあるかな、ちょっと見てみたいと思います。ディスタイルクロールアップ、青木大輔が求める要素を極限まで追求したクランク、それがクロールアップ。アクションはあらゆるフィールドにマッチするウォブンロールに設定、巻き続ける上でストレスの要素になる根がかりを極力回避するボディバランスとリップデザイン、ストラクチャーをタイトに通しても根がかりしがたく、這い回すように巻き続けることが可能。特徴的な背中と腹のパッシングラインの、明滅感がバスの本能を刺激してリアクションバイトを誘発させるということで、あこれはやっぱ特徴の一つなんですね、この一筋のね腹と背中のねこのラインによってウォーブンロールだから、まあ、これがローリングでウォーブリングがこういうね振りなんで、それがミックスされたようなこうウォーブンロールアクションね、してくれるんだと思うんですけども、その時にこのラインが明滅感を出してチラ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 刺して魚を誘惑するっていうことなんですね。でこのバランスに求められた、このルアーに求められたテーマっていうのが根がかり回避性能をね第一に考えられてるみたいですね。で実際に青木プロがこれでね、実調している動画なんかも見てきたんですけども、結構もうブッシュのね本当入り組んだど真ん中にこれ入れて、で見事にまあこう翻りながらですねこう抜けてくるんですよね。枝のもややこしいブッシュとかをこうブリブリブリって
抜けてくるシーンが何度もあって、実際に連れてるシーンなんかを見てもそういったややこしいところをうまいこと、抜けた直後とかにねバイトしてるシーンなんかも、動画で見ることできたんですけども、ということで、まあ、霞水系なんかでもね使いたいけども、関東で行くとやっぱりね、あの暴走のリザーバーですね、そういったところに持って行って、で、まあ、冠水ブッシュにぶち込んでね、それでそこから魚を浮かしてバコッと思わず食わせると、こういう使い方になってくるんじゃないかなと思うんで、ラインね何ポンドぐらいがいいのかなって感じですけども、まあちょっと太めのラインで、で針がね、あの結構細軸といえば細軸な針がついているんで、最悪そのまあ引っかからないっていうのは売りですけどね、そうは言っても引っかかることはあるでしょうから、まあ14ポンドとか16ポンドとかね、そういったラインで打ち込んで、でまあ引っかかっちゃったらまあねギュッとね針曲げて回収できるような、そういうセッティングでややこしいカバーにスパンスパン投げ込んでみようかななんていう風に、考えております。で、まあ、この今透明のね色買ってきたんですけども、まあ重心移動とかなくて本当シンプルな重りが、ここに一極集中で専用の形の重りが入っていて、でラトルとかは入っていないので、ということでね、すごい静か、まあ、この針がねシャカシャカ当たる、こういった音は出るんでしょうけど、基本的にはサイレント仕様、まあ余分なウェイトが例えばゴトゴト動いた、そういうゴトゴト音もないし、グラスラトルとかが入ってるわけでもないので、まあ、シャラシャラ音も極力なくして、でもうダイレクトに打ち込んで静かにね、でまあ魚がいるであろうところにダイレクトに打ち込んで、でこの静かな存在感でバスから気がつかせてバイトに至らせるっていうような感じになると思うので、まあここにはもうね魚がいるなーなんていう場所がね、あーどうやって食わせようか、なかなかワームでも反応しないんだよなっていうか、もうちょっとテンポよくここは絶対いるであろうっていうストレッチをパンパンパンと打ちながら流していく、そんな時に役に立ってくれるルアーになるんじゃないかなということでね、まあ、フィッシングショーキープキャストとかでね、第2弾はクランクベイトだっていうことで、名前もねキープキャストのディスタイルブーストがクロールアップってね、公開されて、で今ねもうそうですね11月だからこんな感じで、寒い時期にされましたよっていうことで、だいぶねプラグでの釣りね、あとね最後の秋の荒食いシーズンなんていうのあるかもしれないので、まあ積極的にですね釣り場に持って行って、まあ実調の方でああこれよく釣れるなんていう風に言えるようなね動画とか作れたらいいななんていう風に思いますけども、まあまあまあ、あとはじゃあ重さ測っておきますね、ディスタイルのクロールアップね、これは何グラムでしょうか、6g ね、6g 表示されたので、どういうタックル、まあベイトフィネスでそこまでハイギアではないリールでね投げるかな、でも根がかりしたくないから糸はちょっと太め入れたいな、うん、で、うん、スピニングで PE ラインで遠投なんていうのも良さそうですけども、まあ、6g あればね今のベイトフィネス機とかであればスパンスパンと投げやすいんじゃないかなと思うんで、まあ、小粒なクランクベイトなんでタックルバランスどういう感じのがいいのかななんていうところも含めてね、いろいろ現場で、釣っていってね感想なんかを動画に残せればななんていうふうに考えております。今のところはまあでもレジットのあの型グラススピニングとかでもねこのぐらいの感じだったらどうかな、ちょっと柔らかすぎるかな、まあいろいろね、試してみたいんですけども、ぜひですね実況動画の方も、ご期待ください。こんな感じのね、でこれでそうですねレゼルブが出てクロールアップが出てね、第3弾どうなるのかなってね非常に楽しみですけど、もう年末の声が聞こえてきたので、またそうですね来年の1月のフィッシングショーあそこら辺でね次の展開なんていうのが発表されるんですかね、ちょっとね、気になるんで、まあ、そこら辺もね、フィッシングショーなんか実際に行ってですね、追いかけながらですね来年の2019年度の動向なんかもね、
調べていければななんていうふうに考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はですね、Tスタイルと、ジャッカル、ね、コラボレーションプラグ第2弾、クロールアップ、これを一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。